で定数1の新潟5区で米山さんと議席を争う対立候補はどのような方々かということでねなんと、はい、これは面白いですね米山さん現職の泉田さん、うん、長岡そして桃子と方この人も大変なんじゃないですか長岡市長のすごい人、ね、岡かつ全国そうそう市長会会長4期ってすごい方ですね、まあ、そうそう政治力はすごいあるんですで地元でねまあ地元だしなんです例えば市長会とかだって例えば知事会とかもそうなんですけど そそこそこ首長が集まるもん、ね、全知事が集まってる中でやっぱりその中で政治的動きをする人と、まあ我に我感せずの人と分かれるわけですよでもそこをうまく政治的に動いてあのこう会長になるっていうのはやっぱりそれはそれなりの手腕があるわけですそうですね政治手腕がね、うんうん、市長会だだって同じだと思いますなるほどで、まあ、泉田さんはね、えー、自民党に張られましたけれども2004年、うん、通産官僚をお辞めになってから新潟県知事を3期やって。 そ,うそして総選挙初当選で6日、国交省県内閣府県復興政務官に就任です,そうそうすごいすね、これね、だからここちょっとね、こんだけの、あのー、キャリア持ってても、政務官なんですよねまあそこは、ね、当選回数で、まあね、逆に当選回数としては一期ですから、うん。だからこれが当然なんですよ。 まあ当然だしむしろ出,あの出世というかそれこそちょっと選挙対策ちゃうかなこれはほあそれはまた自民党分かって再任するかもしれませんけど、うん、でも、まあ変わるかもしれないわけですが、うん、超最短の内閣である可能性は多々あるわけですからね。 えー、違反ついたって感じですよ、ね、<laughs> だから、まあだ、だけど、本当、今回のおお記者内閣っていうのは、あんまり聞いたことない人がいっぱい入ってて、そうそう普通、<laughs> 自民党っていうのは、やっぱり、えー、当選回数と、それからやっぱり政務官、副大臣、大臣と選って、そ,それでなるわけですよね、うん、そうじゃない人はなっていると、で,で,まあ、でも政務官なんですよ、でもいきなり大臣みたいな人もいますからね。うん、だからそれは俺 っていうところもあって、えー、ちょっとそれはあとで、なんかこう、はいお、当事者というよりはあのー、評論家として話してもらえればと思うんですが、はい、まあ、ここが当事者ですよ。ではい、当事者ですが えー、さて、えー、前回の2017年衆院選はどうだったかというと、うん、前回2017年だったですね、で新潟国区、1万2000票差で泉田さんがそう、意外に僅差なんです、これね。そうですよね、うん、1有者数万2千0 0票で28万2318人、投票率64.97%、うんうん、高い、投票率高で、泉田博彦氏、自民党公認、公明、うん、も推薦して、うん、9万1855票、51.8%なんですね。うん そしてこの方大平哲子さんです大平さん、大平。さんね、大平哲子さんが無所属で出られてますけど、共産民進社民自由推薦つまりまあ野党共闘がバックアップする無所属という形、今回の四年目選と形とが同じ似てるですよね。で七万九千六百五十五票、四十四点九パーセント。そうっす。これこれ僅差ですよね。僅差です。あのまあ。 幸福実現党の方がいて3.2パーセントって今まあいうのはありましたけど、うんうん、これを考えるとここにちょうど大平さんに代わってそうですねえね米山さんが入ったっていうふうに見るってことになるんすそ,その通りですねまあそこは図式は同じなわけですそして両方ともお知事を経験してるわけですよ、はい、でまあそこの波乱要因としてこの えー、森田美代さんが来た、まあ、森田美代さんがいらっしゃってこの方長岡っていうのは <laughs> あの新潟県を知らない人のために話すと新潟市と長岡市っていうのが新潟の二大中心部なんですよ、ねまあ。あと上越市を入れると三台、まあ、ですょうけどね三台<あ>、はい、か、はい、ここここここで新潟ってこれでかいじゃないですか、うん、南北に大きいですよね極、うんはい、区である長岡はどこなんですか長岡ここです

本当に十何代とか何十代とかっていう人がいたりし, <laughs> しますからねまあまあう,うちだってはあれですからねあの槍とかありますからね槍とかホラガイとかありますからあ,ありますかありますよまあ槍はあの教室されちゃったんですけどホラガイありますよあそれはあのお侍だったんですかそうすると合詞ですかええ、反応反応半部どころか365の一部なんか正月だけお父様のところに会えたって残り <laughs> は全部<ー>百姓だったとは言ってますけどね そういうだから昔ながらの意識を持った方もいるし、まあまあ、この時代関係ないんじゃないのと思ってる方もいるし、でも、あこの小選挙区ですよ、こ、はい、この地元に非常に強い影響力を持ってるのは、こちらの森さんの可能性もあるじゃないですか、まあ長岡はね、知名度高いですよね。正直言って、どう思われますか、3分割ぐらいいになると思いますかそれがですね、<laughs> いや、私はあの、そのその正直言うとですね。はいはい ちゃんと世論調査かけるタイプなんですね世論調だって今そんなお金かかんないですからご自身で自分でかけますよねただし自分でかける世論調査は固定電話にせざるを得ないんですよ携帯にすると全国にかかっちゃいますでしょ番号で分けられないからそうすると必要数をやるためにものすごくかけないといけないわけですよ。 値段が100倍近く変わっちゃうわけです、携帯で数やると、固定電話なら、ずっともう全然安く、区内にそこにいる人っていうことも、まだ携帯電話の料金とも違うし、そうそうそう、パッとできるわけです、そうするとですね、正直さっきの、パーセントとか出してもらっていいですか、パーセントパーセントってどれですか、えっとこれとか、泉さんの選挙の、ああ、あの時のね、これね。 正直この図式の中で保守分裂になっちゃってますだからこっちはああこれやっぱり保守って形になるんですかまあやっぱり森さんはその別に無所属でやってますけどあまり保守と認識されてる感じですねあそれもそうですよね森さんはね自民、うん、の公認があの先にまあ泉田さん現職だし取れ,取れなかったっていうだけですもんね、うんうん、で泉田さんの人気ってしかしあの原発の,この再稼働を止めてでそれ避難のきちんとシステムとか制度を整えるい限り 再開させないといとうあの柏崎刈ね東京電力最大の原発ですよ、それをやったことによってこれ一般市民層とか保守層じゃない人にもこれ人気を勝ち得たビ、ね、ビエラー層にも勝ち得た、そういうい僕は泉田さんにも実は、えー、と知事時代にです、ね、知事室でインタビュー二、はい、度だからさせていただいてるたように米山さんにもさせていただいてますけれども泉田さんにもさせていただいているという。 えー、ようなあことでそのあと自民に入られて自民に入ったら泉田さんが考えていった言っておられたことって実現できなくなっちゃうじゃないと原発再稼働および原発再増設って今言ってるわけですからね、うん、だからあらーと思ったんですけど今その泉田さんを。 支えている層層層はそのかなり市民層リベラル層いたんですよ僕も現地でそういう人たちとたくさん会って取材しましたからうん、うん、その人たちはやっぱり離れたんですかね。まあ基本的にや、まあ、それは泉田さんのっていうよりもやっぱりこうまあ何のかんの言われながら今回の選挙って比較的その自民対その野党っていう構図はできてるじゃないですかあのいい悪いは言われますけど。でなので まあ、泉田さんは好きだけど、まあ、やっぱり野党共闘だからみたいなイメージで、うん、あの割にそこはあんまりこうそれぞれが浮気して浮気って方なんですけど迷ってね迷いながらどっちにしようかと感じはないやっぱりあの保守は保守あの野党は野党で分かれていて、うん、あとは、まあ、最後はあの、うん、無党派の取り合いになるんでしょうけれどね。なるほど いやーここもなかなか激戦区だぞという本当に激戦区ですよ、うんでまあ、米山陣営、米山さんご自身の分析だけど、うんえー、社民党は推薦、立憲、共産は県連単位で推薦、申請しているが、うん、まあ、推薦していただいたってことですよね。 で本番まだ決定してないところ、うん、これがまだなんですね。そうですね。まあそれは別に僕はなんていうかほらね正直その原因は自分にあるわけですよ大概 <laughs> 正直ね <laughs> 正直なかなかその僕を購入するなさんあの推薦するのは難しいかろうっていうところがあって、えー、でもあの今度女性スキャンダルがあったらね。 あの室井さんがねもうちゃんと消去しててくれるっていう,ことでもう,もうもうしてくれるからね <laughs> だからあの全国の女性ファンの方々あのそういうねだらしのない男性は嫌いって思ってるかもしれませんけど <laughs> まあ米山さんに限ってはあのそういう高いリスクを持ってるんで <laughs> そんなハイリスクを犯してまで冒険はしないんじゃないかとそんな多率的なこと言ってちゃちゃだめですねやっぱりいい奥様だいたんですから。うん いいいただいただだななんて言い言い方失礼だな、まあ、ご結婚されたんですが大事にしていただいて陣営、はい、には立憲社民共産、えー、組合の人が参加しておりむしろ問題なく野党共闘が整理したと、ね、地元では滑らかにいっているて滑らかですね記者さんなんかの話を聞いてもいやどこよりもなんかうまくいってるように見えますよっていうあ<ー>あのお政治ばかりではなくそう,そうだと思いますよこれはね、地元って、選挙ってねど特にあの地方の選挙あの。 本当に地元の人が、ね、動いてくれるかどうかって、もう心意気みたいなところあるじゃないですか、すごい大事ですよね、大事ですね、うん、それは僕はもうよくよくいろんなところありましたの、ね、で、わかるんですけど、うん、さて、えー、岸田内閣の支持率はひ低いが、野党の支持率も低く、受け皿になっていないというけれどということですね、うんえー、人は勝ち馬に乗りたい生き物であり、与党の支持率が高く、野党の支持率が低いのはある意味当たり前で。 ええ、政党支持率は高いから勝つんではなく、勝つから高くなるんでありまず勝つことが重要と。勝つために野党でまとまる必要があり、実際まとまれば、証券見えると。ええー、世論総調査所捕獲は拮抗処理、十分処分になっている。ここですね。そうなんです。でこれ、これ自分で、自分で調査した。どうなんですか。どうだう。これ、要するに、新潟国に関してやったんです。だから自分の場合それは他のところなじゃない。<laughs> そんなお金、もったいないことしないです。もったいないことしないです。別にね、野党共闘の全体、うん、じゃ、じゃないですよね。<laughs> <laughs> やっぱり捕獲が拮抗していて<ー>で正直、保守が分裂しているのでうん、うん、ちょっと図式的にはあのこちらがあの有利な図式ではありますよね項目上ねこう具体的な項目聞けなかったのかもしれませんけれどもこの場合の捕獲の線というかラインというのが、えー、これ、新潟に関してですよで原発なのかコロナなのか景気対策なのか再分配。 貧富の格差みたいなところそれからまあそこにも関わりますけれど農業とかその地元のね、えー、が、まあ、自由貿易をあまりにも推進しすぎるとこれはこれでね農業っていうのはまあボロボロになりますからそういうようなことを言っているのが、まあ、問題いっぱいありますけれども一体どれが捕獲のイメージ差になった なんとそれが、ええ、今回は本当にばらけててそこも効くんですよ、うん、もちろんね、うん、で、まあ、ここで「捕獲拮抗」って言ってるのは単にその野党側に入れるか与党側に入れるかだけでっこしてるって意味なんですけど、うん、でそのどこを何を重要視しますかっていうところだとコロナとその経済と、うんうん、まあちょっとコロナとかぶりますけど医療福祉みたいなのがまず3分割されててでそれがもう 20、20、20ぐらいで,、うん、で今回、原発は全員があの森さんも原発反対って言ってるので、うん、あ森田さんもそうそう原発反対って言ってるんです,、ね、んですだから全員が同じようなスタンスなので、うん、重視する項目としてはちょっと低いでも重視する項目としてはそれぞれがもうバラバラって感じです、うん、だから今本当に多様になってるんだと思いますで簡単に捕獲って言って割り切れない感じですね。すねとはいえ。とはいえあの うんどう引きこっていうからにはこうどっちかに投じなきゃいけないそ,うです、ね、その差は、捕獲の認識の差って何なんですか格差これはまさに、まあ、今の,あのどっちかというとそこはやっぱり経済で、うん、今の経済政策を良しとするかあの金持ちばっかりがねさらに金持ちになっていくような状態を良しとするか、うん、やっぱりそこの格差を是正してほしいと思っているかでしょうね、うんうん、やっぱり一番大きいのは。そ、うんね、そこに結局その あの医療とかっていう福祉はあのその経済と同じじゃないですか論調としては同じって言いますかね、うん、やっぱり福祉をあの充実することによって格差を解消してほしいっていう、うん、そこだと思います、ね、そうですね、やっぱり再分配って非常に重要な話になってきますよ、うん、そして野党の課題と、野党は何の考えで政策に似ており、むしろ共闘しないほが不自然と。まあ野党批判に

これ野党の人が野合って言われた時におたおたするのはよくないっていうかね、うん、そんな何を野合かと、うん、ちょっとさああデリケートすぎる人いますよ、ね、あいますだって自民と公明もうほとんど一体化じゃなて <laughs> あれっつって、えー、あんだけ昔はね、えー、<う>対立してたのにだいあの公明平和の党じゃないですかそ,うそ,う、ね、それはあれっって自民はあの会見ですよ っていう話なんです一方で、組織の高齢化、硬直化と絶対数の減少はない、今、ねはいいい、ああなのでね、うん、で自らの組織を分かれ合わせ、新しい取り組みを行い、人数を増やすことに注力すべき、これはやっぱりあの選挙を、うん、<coughs> する時の地元にきちんと組織があるのかとか、うん、日頃からボランティアでご用意くださる方々が実はいるのかとか、そういうことって実は大事なんですよね。大事で、うん、で野党ははいるんですよ実はやっぱり、うん 社民とか共産の,あの実は立憲これはむしろ立憲がいなくて立憲ってあの一人一人スターみたいな人だけがあの勝ち上がってその党全体としてのこう全国横断する組織が少ないですよね。ないですね。社民とか共産とかはちゃんとあるんですよ、うん、ただまあすごいやっぱり高齢化しててあのやっぱもう,もうちょっと意,意思はある程度足がついてかないみたいなそんな状況になっちゃったりです。 だからそこはねそのもちろんあの、まあ、しょうがない部分もあるしそのすごく熱い人たちだからこうなんか高齢になっても熱い気持ちを持ち続けているわけですよ。で、ね、そこでかつ組織の中にちょっと君臨しちゃってるとこあるんですよね。それはまあ勇気のいることなんだけれどもうん、うん、思い切って,思い切ってあのちょっとスマホをいじってる若者も意外に心の中熱いだろうからうん、うん、その人たちに思い切って登用し,してね 組織を分からせていくっていうのは必要だろうと思います、ね。なるほどね。まあ、あの、これは世代間ギャップっていうのも、<laughs> かつての世代間ギャップって言って。まあその、うん、その、その。 寿命が、ね、短い時代の世代間ギャップとそうそうこれだけ長寿命になって世代間ギャップになると相当甚だしいものに別世界に住んでるぐらいになりますでしょそうそう情報を取るひとこと一つ取ってもね、はい、だからそこを見るのは大変なことなんですけどやっぱりでも労働性大事ですよね大事で、しかも、まあまあ、それは、うん、それぞれ例外ありますけれどもやっぱり自民党のって、うん、その野心に流行る若者がいるじゃないですか。で、で権力闘争でこう、うん やっていこうっていう若者がいるわけですんで、もちろんリベラルにもいるんですけど、リベラル系の人って若者もなんかいい子がいい人が多いですよ。<laughs> な<ん>で <laughs> なんかだからこうじーっとあの待ってる人がお結構多いわけです。ででそうするとでも。 待っていくかもしくはやめちゃうか、うんうん、あの思いっきり権力闘争するみたいな人って、そんな。うん、あの多くないわけです。あのや、リベラル系、ね。権力闘争ってのは党内権力闘争です、ね。党内権力。あ、あそれも。党内も含めて党内,内権力闘争だってでも。まあ、外的に対して、外的って言った姿勢だけど、あのライバルから。権力を奪還するという、ねうん。ところもあるし、ね、あるでも党内もあると思います。党内の権力闘争みたいなのを、やっぱりみんな。 野党の人で否定しちゃうわけですよ。そういうのはなんか美しくないみたいな。でも党内権力闘争って組織としてやっぱり必要なんですよね。それはまた言論であったり、あるいはあの陣簿であったり、どのように人を結びつけていくかとかいうことですよね。だってやっぱり政治は権力闘争ですから。それを否定しちゃうやっぱりいかんです。そして数を集めるということ。そうです。これですよね。そうです。で割らないということが大事ですよね。実はその権力が争うしても。 あの、その後、ちゃんと固まるとかね、そうそういうことが大事なんですよね。うん、地方議員の絶対数不足、日頃から組織全体で地方議員を増やすと必要が。なるほど。だと思います。いや、でも、これをやるっていうのは、本当大変なことなんですね。そう、簡単に、ね。そう、そう、でも、それはやっぱり、その、今度ね、当選した議員の。志だと思うんですよ。やっぱり、自分のことだけじゃなくて。うん、これから、この、長い目でね。うん、やっていくと、だって、地方議員が増えたからって。そ、ん、そんな、すぐいっぱい増えないですから。うん すぐに選挙に役立つかってそうでもないかもしれないわけです。うん、でもそこはもう俺の次の代に生きてもいいから、三人五人六人と地方人を増やしていくんだっていう、うん、なんかその数高な志 <laughs> がいると思いますね。次世代に、うん、あの託していくっていう自分の寿命というかね、その寿命というのは生物的な寿命じゃなくて政治、うん、のね寿命,、うん、寿命もありますから。うん、だからその次を そして、じゃあ、例えば、その、さっき、捕獲の違いはどこですかと、お聞きしたときに、やっぱり格差っていう問題が出てきますから。うん、その格差を埋めたいという人と、広げて、儲けたいと。思っているもう、これはね、そうそう永遠にあるんですよ。あります、あります。<laughs> ある意味ね、で、その、それをまあ、階級闘争というかどうかは別として。あの、あるんですよ。あります。だから、そこは、あの。うん。 やはりあのフラットに近い方向に向けようと思うのかそれとも格差拡大してね儲かったやつがちゃんと儲けられる社会がいいんだって言い切るのか、うん、でそういうことはねすごい永遠のテーマですからね、はい、だからやっぱり若い人にもねあの関心を持ってもらえるといいですね、うん。